最近になって、韓半島、朝鮮半島、情勢を懸念する声が徐々に高まっている。実際に今日開催される、米中首脳会談でも北朝鮮問題が重要な議題の一つになるようだ。北朝鮮に対するいわゆる戦略的忍耐と呼ばれる政策を放棄したトランプ大統領は、中国が北朝鮮問題を解決しないのであれば、我々がやる。とまで明言した。またホワイトハウスのスタッフたちもこれまでの北朝鮮との交渉について、時間の無駄だった。などと指摘しているという、米国における、これら一連の発言だけを見れば、北朝鮮に対する先制攻撃が本当に近づいているかのような印象を持ってしまう。これに対して一部では、トランプ大統領の発言について、ビジネスマンの修正、との見方もある。交渉を自分たちに有利な方向へと導くための一種の脅し。というわけだ。本当に先制攻撃をやるなら、極秘に準備を進めるはずであり、事前に手の内を見せることを疑問視するこのような見方にも、確かに一理はあるだろう。しかしトランプ大統領が繰り返し語る内容を、軽く受け流すのは危険だ。トランプ大統領が、最も懸念するシナリオは、北朝鮮が核実験と、大陸間弾道ミサイル ICBM 発射を同時に行い、自らの任期の前半を台無しにすることだ。ただでさえロシア関連の、スキャンダルや看板政策の挫折で、支持率が下がっているだけに、トランプ政権としては、安全保障政策の失敗だけは、何としても避けたいところだろう。そのためトランプ大統領であれば、これまでの常識では考えられない、衝撃的な手段を考えている、と見ることの方がむしろ妥当だ。具体的にはまず中国による、全面的な北朝鮮制裁によって、問題解決を模索し、それがダメなら先制攻撃。あるいは船舶や航空機の封鎖など、軍事的な様々なオプションに乗り出す可能性が考えられるだろう。一方でトランプ大統領が突然180度局面を転換し、電撃的に北朝鮮との交渉に乗り出すこともあり得るだろう。外交政策に詳しい識者の多くは、むしろこちらの可能性に注目している。軍事攻撃を行った後の情勢を見極めるのが難しい。というのがその理由だ。ただしもし過去と同じく、核開発の凍結と支援の再開で合意すれば、これは北朝鮮の核保有を事実上認める最悪の結果になってしまう。あるいはもしかするとこれ以上に、深刻な取引が行われることもあり得るかもしれない。いずれにしても、韓半島情勢が一瞬たりとも予断を許さない状況にあるのは間違いない。韓国の次の大統領は当選した翌日から安全保障政策におけるこれら一連の重大な決定を下さねばならないが、現在の候補者たちの中には、外交、安全保障政策で、しっかりした考え方を持つ人物は、一人も見当たらない。もしかするとこのことが、韓国にとってはもっと不幸なこと、
かもしれない。やっと気づいたんか。世界地図から朝鮮半島が消える日を。全人類が楽しみに待っている。電撃交渉、話し合いが無駄なので、外交の最終段階に移行しただけだろ。何を寝ぼけたことを抜かしている。バカだな、わら。韓国もう終わりじゃん、わら。ちょんって本当に、バカだよね、W、わら。この発言って韓国を露骨に無能だと示唆してんだけど、意味わかってない。交渉って言ってる場合かと。電撃土下座の間違いじゃないのかと。どこまでバカなんだ、北も南も。なんか人ごとみたいな感じ。あくまで北朝鮮への攻撃はただの脅しという見方で、現実から逃避しようとしてる韓国人、わら。どこまでもお花畑なバカチョン。朝鮮人との交渉なんて無駄、時間の無駄。朝鮮人は約束守らないから、交渉は無意味だってみんな知ってる。チャンネル登録お願いします。ご意見あればコメントお願いします。グッドクリックしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。